中央公派電子総大は、中華人民共和国の国営放送機構。2018年3月21日に、中国中央電子台、中国国際電子台、中央人民公派電台と、中国国際公派電台が合併して設立された。国務院直属の事業単位であり、中国共産党中央宣伝部がリーダーシップを取る。中央人民公派電大は、 1940年に中国共産党が戦艦令変革延安で創立した延安進化放送局を前進とし、1941年に外国語番組の放送を開始した。その後、1949年12月5日に中央人民公派伝来と改称され、中華人民共和国の国家放送局となった。1978年、 中央人民交派電台の対外放送が中央人民交派電台から分離され中国国際交派電台となった。中国中央電子台は1958年に北京電子台として成立し1978年に中国中央電子台と解消された。2016年末には中国中央電子台参加の中国国際電子台が放送を開始した。 中国中央電子代は2018年の中国国家機構改革前まで中央人民公派伝台中国国際公派伝台とともに副部級の事業単位で国家新聞出版、広電総局が管理し合わせて中央三台と称されていた。2018年中共中央は党と国家機構の改革進化法案を発表し、 中央三大を中央広波電子総大に統合、国務院直属都市、対外統一古号を中国の声とした。初代中央広波電子総大大長剣等、組初期には中国中央電子大大長の新海流が就任した。中央広波電子総大は設立後、アジア地域、ひいては世界最大規模の放送局の一つとなる。 2018年4月19日午前、中央高波電子総台は除幕式を行い、本部は中央電子大再式電子中心に設置された。光カロにある中国中央電子大の本社ビルや、復興門外大街にある中央人民高波電大の本社ビル、それに、石継山寺にある 中国国際光波電大の本社ビルは、それぞれ、中央光波電子総代交課路弁交区、復興門弁交区、路国弁交区に名称変更された。中央光波電子総代の設立後、マルチメディア融合発展の動きが現れた。その中で、中央人民光波電大のアナウンサーは初めて、新聞連覇のニュースを担当した。中央三代の文芸番組も番組制作の、 全過程を一体化する。2019年6月、中央高波電子総大新聞中心、中央高波電子総大総編室が相次いで設立された。これにより、ニュース番組の記録、再生一体化を実現することが可能になった。2019年8月28日、設立後初の新放送、越後、沖大ワンクの声の放送開始を発表し、同時にエツコ、越後、 沖大ワンクの声のインターバルシグナルを発表し、設立から約1年半の間独自のインターバルシグナルがなかったことに終止符を打った。ありがとうございます。